その台は確かにおい、おい、7ゲーム14だった可能性大。さあ800ゲームレギュラー、あー来い、オッケー、どー、やりました、すげー、やりさすが後半型、あなたの番でした。完走するでしょ、あ、させます、ね、絶対に、はい、90%でね、絶対させます、約束します、ラスト、うわー抜けた、抜けた、4連、いや33ゲーム追加、なんでそんな上手いんすかね。おかしいおかしいおかしい、なんか仕込んでるやらせです、やらせよ、これ成長スイッチでしょこれ、やったぜ、あ、11以上、ごめんなさい、11以上、11以上で14の可能性が 21% で、はいはい、あとは15が 10%、 他のは全部 17%、 いやテンブル16の可能性も十分あるよ、16お願いします、16を、はい終了、はい、では超ドキドキの大連ちゃん行ってまいります。今日立花さん初めてなんかパチスロうまいやんって思っちゃいました、ちょっと初めては言い過ぎじゃないですか、鏡も出しましたしリノも出してますよ私、あ、そっか、そうですよ、そう考えたらパチンコ界全部勝ってる、めちゃくちゃ、あ、めちゃくちゃうまいんですか、そうですよ、何を言ってるんですか、ちょっとおゲームレギュラーボーナス、あー上がってた、おおめでとうございます、まよしプラスは守れそうだ、ちょっと見えてきた、いいねいいね、3の2、レギュラー買い250機枚、あと鼻怖いですけど大丈夫、あー素敵、はい素敵、3連で終わるわけがないのよ、チェックボーナスです、本当にボーナスステージっぽくなってきたぞ、ねえ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 、楽しくなってきた、118ゲーム、さあこれがレギュラーならまだ16の目が残ります、そういうことですね、通常時はお前レギュラーしか出てきてないからな、分かってたそういうことは、ほら待てよ、俺もしっかりやん、それはそこちゃんとせんでいいんすよ、あ、中が鳴った、はい、おめでとうございます、やりましたね、全員天国だ、ラスト今日のエンディング楽しみやぞ、すごい、もしかしたら、はい、さっき22ゲームのレギュラー、あれが純粋に初当たりの引いた可能性がある、むしろ初当たりだったの方が良くないですか、2連で終わるよりは、なるほどね、そういう考え方ね、そうですそうです、32次で消えないで、消えない、あー、じゃあ早く引いただけだから今1、2、3、4、だからこれがリオのリードかな、ここで上がってたかどうかが32なのに当たったとしてもはっきり分かる、あ、分かる、あ、そうっすね、今までのオキドキシリーズそれがはっきり分かんなかったですね、6あるよ、6テーブル6、ちょっと待ってテーブル6あるよ、あるよ、あるよ、出ましたよ、あるよ、今何するんでしたっけ、今5です、 5? だから次ですよね、5する、今 4するでしょ、あ、今4するだから次ですよね、次で上がれば可能性が、6ならここでもう次上がったら絶対上がる、そういうことですね、あ、今横っこになった、教えてくれよ、大声で歌うか分からんだろ、音量下げたらいい12ゲーム何言ってるの、エクボーナス、ジャ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 、まあちょっとでもいいから3人ともプラスになって、で3000枚ぐらいをかけて
あの VTR 見ましょうよ。そうですね、ドキドキするよそれは。慶太郎さんが右を選ぶ、何て言ってたのかな。いや僕でも本当ね、幸太郎さんが右を選ぶことまでスタッフが読んでる気がするんですよね。それでどういうことですか、変えてきてるってことですか。そう、スタッフさんもあのこのお店がいいお店っていうのは分かってるから。はい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 、はい、そうなんか、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだよって。そうかそうか、そうですね。あ、しかも幸太郎さん今スイカの時のフラッシュが下からわーってなったんですよ、はい、これあのドキハナの特殊フラッシュで、はい、あ、戻した。そうです、ダメだったとしてもドキハナが発生する可能性がある。そういうことですね。でちなみに次上げたら、はい、上げた連チャン終わった後にそのドキハナ出てくる。それ来たらめっちゃ強いですね。めちゃめちゃ熱い。5連ぐらいさせて最後にドキハナ来て、そこで戻してまた5連みたいな。え、あれドキハナちゃん成功させたら3割ぐらいでまたドキドキでしたよね。よしよし、うわーまたついてる。素敵ですね。気持ちいい、気持ちいい。すごい喜んで、わーすごい喜んでくれて、こんなに喜んでくれて。このさ、お金っていうのは分かりやすいな。あるかどうか分からんときにさ、ドキドキが、ね、すげーよなただ打ってる私よりもハイテンションでそれを伝えてくるからね。ビーチボールあるから、まあ、連チャンしたではあるけど、このビーチボールはね僕割と抜けちゃうんですよね。相性悪いビーチボールと19。おっしょっしょ、チェリー20ゲーム。そんなにチェリー引っ掛けますか。いいぞ。私もプラスはもう確定したんで。お、まくったもん。はい、あと、あと1回ビッグでもうまくりなんで。イエーイ。でもさ、これで本当に幸太郎さんだったら、はい、ちょっとまあスタッフを見直すというかさ、あ、優しい一面もあるんだなって思うよ。優しい。やっぱりその流れ考えたらさ、幸太郎さんはあそこ引くやん。確かに、そうですね。自分を当てに行きたいからさ。あ、なるほど。でそれはスタッフを信じての右でもあったわけでしょ。はいはいはい、そうですね。そこでやっぱり前回10番負けてさ、幸太郎さんをその見方おもろいよけど。あ、素敵、見ました。今のパラポンペロポンってやつ、スイカからです。11ゲーム。あー、綺麗だよ。あー、綺麗だよ。ありがとう。マジで感想見えてきたね。はい、カラフルですね。カラフルテープ7連目。よし、10ゲームビッグ。あ、2000枚だ。綺麗なカラフルだ。また戻った2000枚。いい台だな。 6g やな。ほんと 6g だ。ただな、幸太郎さんだったらちょっとつまんないな。22ゲーム、いつもなしです。追加からであれよ、8レベル。さあ、こっちは保証はないぞ。まだ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 行こう。でも自分だけ負けてお金もらえる最高っすね。ね、そうなんですよね。めちゃめちゃいい番組じゃないですか。いい番組だと思いますよ。それできたらもらう気満々ですね。いや、もらう気満々やから、なんか初めてこういうパターンやから、ほんまいい番組だ。それがたまにあるから本当に最高ですよ。そうですね。気づいたらもう穴場やめれない体になって。穴場やらせてください。ああ、はい、来月いつですか。34、これが多いなですね。32、はい、終わりました。そこでスイカをまたね、またね、ドン。あ、さすがにベルでした。お、 A で上がってるよ。やっぱ6だな。いい台ですね。ちなみにテーブル14台上がってました。素敵ですね。ちゃんと夜背景まで出してくれました。綺麗だな。まだいるね。今はもう感想いけるやん。まだいるんですよ。あー、これ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 、これ左柳ですよね。これ、ね、スーこれ、
これスーッと多分これですよね。あー素敵、あーいいですね。はい、素敵なの見れました。よし、これで9連目ビッグボーナスです。ちょっと遅めでしたね、29ゲーム。おーチェリーや、1パー引いてきた。ラッキー、超ラッキー、ラッキーでした。なんて言われました、聞こえへんか。なんでなの、え、今言いました。なんで、テレレ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 、今全然聞こえへんかった。なんでなの、まあ、ラッキーだったんでしょうね。ドキドキだと思いますけど、ドキドキ。だからこれ、やっぱテーブル6ってことですよ。 ね、ナイスです。いやこれやばい、ね、フェスティバルや、フェスティバルだ、あのフェス。俺やって、いや、絶対私だこれは。マジでお願い、小太郎さん、ボスに報告をお願いします。はい、ボス、ビッグボス、何なんですか。当たりまして、はい、チロリロリロリ、おい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 、チューだ、ドキドキじゃないか、コーター、新しいキャラ出てきたちょい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 、じゃこれね、整いましたよ、ね、完全に。じゃあ僕もうやめたらいいですか。もうやめた方がいいですね。僕もう今やめるんですよね、はい、そうしましょう。じゃあ僕やめます。はい、2000枚ぐらいですかね。今日罰料って半日で3000枚って。おいおい、目のキラキラとともにおでこまでちょっとツヤツヤになってますけど、肌のツヤが良くなってる、ね、何してきたんですか、お手洗いで肌ツヤまで良くして帰ってきて大丈夫ですかボス。おい、俺か。15ゲームビッキュー、ビッキュー、9なるわ、はい、ビッキュー。27ゲームキラリー、まだいる。いや、2乗が確定しました。こんな後ろの方で、いやいや、やっとやっとちょっと恩返しができました。まあまあ自分のためなんですけどね。ありがとうございます。2030枚でした。あなたの番でした。うわ怖い、終わるかも、なんか乾燥前に壁ありますね。あるんですよ、1500、600枚とかで終わっちゃうことがね、多々ある。あとフリーズからの乾燥がまだ1回もないんで、ビビタルプラスよ今。よしよし、26ゲームナイスナイス、ビッグ12連目。うめえな、チャラになったんじゃないかな。よしよし、3000枚プラスは硬いです。ビッグをあと2回もらえれば完走かな。1793枚、ここで終わるのが一番寒いです。今これからです、10ゲーム。もう大丈夫です。あー分からない、こういう時のレグが一番嫌いで怖いです。これで終わらせるかもしれない、やめてお願いだから。なんてことしてくれたんだ君、ここまで来たら乾燥させないとダメ。1841枚、何も出ないんですよ。ちょっと無理やりでもいいから、あと1回ビッグボーナス引ければ乾燥まで連れてってもらえる。はあ怖い、この32が一番怖い。793枚おい、お上手、トゥースしてる。2ゲームビッグイ、かなちゃん、かなちゃん、ちょっと一回話し合おう。え、マジで、ね、マジで落ち着いて、今20ゲームちょっと待って、本当にそれはいかん、それはいかん、大事よ、ここの600枚、そのなんかね、寸止めのやつもういいって。てかフリーズ引いて乾燥しないって何なのってなっちゃうじゃん。普段寸止めばっかしてるから。よーし、27ゲーム変なこと言ってましたけどね、コートラさん、バッケー決めへんな、決めきらへんな、チラシがすごい。あとかな、ついにカメラマンしだした。暇なのかな、もしかして。笑って笑って笑って、笑顔で笑顔で、あすごい嫌だな、
すごいな。嫌やわ。やりにくいな。こういうディレクターいたら嫌やわ。あなたの番でした。やってるな。またピンチ。またピンチですよ。早めのピック。おいおい、頼むからねえ。やだやだって、化け2連、化け2連で終わるのやだ。お願い。え、終わり。今22です。本当に本当に大丈夫ですか、孝太郎さん。これよし、一緒だ。ビッグであれよ。行く行く、ビッグであれ、ビッグであれよ。オッケー。よし、もう疲れましたね。完走できる。そう、オッケーオッケー。え、バナさん、あと1回で完走すか。多分2000枚超えてれば出てくると思うんですよね。あ、なるほど。エンディング分が、いや、もしかしたら足りないかもしれないですけど。やばい、ちょっと抜けたかな、これ。え、これ30。おお向こう側を見てビッグ。よいしょ。お願い、エンディングちょうだい。はい、ついて。まだまだ足りないのね。あ、よしよしよし。はい、これでエンディング到達です。完走確定しました。ギリギリ2000枚超えてましたんでね。あ、いいな。さあ、メドレー聞くよ。泣きそうになるんですよ、この初代の BGM のメドレー。あ、素敵。喋ってる。あ、素敵よ。ありがとうね、本当にありがとうございました。いや、これ2連続深いとこは怖いな。じゃあ20ゲーム過ぎたら解き穴認識を変えよう。 OKOK、解き穴、20ゲーム過ぎたら、うん、あ、こっからはもうちょっと解き穴、うん、あ、そうね、ね、これだ、ね、そう、これだ、ね、ね、そういうことです ね、無意識の、無意識になれ、あ、まあレギュラーですけど、ね、無意識に今捉えてからループ取って、まだいる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 、落ちてない、こぼれてない。集団ゼリーとフリーズに感謝です。ラスト、はい、2400枚オーバー。あ、お見事。おさあ、無事マックス取りましたので、私の出玉はこちらですね。ででん、3521枚。4万5000円使いましたが、1000万以上のプラスですね。あとは孝太郎さんの台がどこまで伸びるか、うん、いやー、こりゃ楽しみだ。あ、ほらね、ね、ね、この法則強っ。だから解き穴という強みがあるからさ、今は。そういうことですね。その時しか使えない。なるほどなるほど、示唆が出てたからできる。示唆出てなかったら32まで一生懸命レバー張るでしょ。はい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 。だから示唆が出てるからこそ20以降気楽になれるんだ。なるほど。まあなくてもねって。なるほどなるほど。ついに顔カメラ独り占めよ。はい、1346枚。きっちり映ってますよ。きっちり映ってる。俺も映ってる。常に20超えてきよる。いや、もうでも、もうでもいい加減ちょっと。さすがに。うん、ドキ穴に集中した方がいいかもね。ドキ穴に集中して、で、これつけたらいいですよね。そうです。ドキ穴に全集中で。もう間違いないか。そうですね。大太郎さんの財布は間違いない。間違いない。出せば出すほど。そう。おー、あるんかい。マジで今ほんまに抜けたと思いました僕。いや、稼ぐね。やべえ、また20超えた。ドキ花チャンスは成立薬ですよね。成立薬によってですよね。もうあのチャンス薬ければ100%です。はい、ああ、さすがにない、さすがにない。さすがに終わったっぽいですね、これは。はいはい、うわあ。いいぞ。ビッグいけんぞ、その手で。いけんぞ。増えてねえやんけ。やっぱ28ゲーム。そのさ、ドキハナの話しだしたら当たりますよね。こういう時に限ってドキハナ来ない気がする。さす
が、おおおまた、うわー、来たねほら、ほら出た、キラリンや、キラリン出た、行くよ。そのキラリンの分でビッグ引いたら1700でしょ。行く、行くね。今回のエンディングはしびれますね。しびれるね。これは過去一しびれますね。違った意味で。ねえ。逆にほんまに選ばれてなかったショックですよ。みんな勝ってますからね。ねえ、ね。みんなショックを受ける権利がある。僕も床に倒れたくないっすよ。本当に。もうあれちょっとなんか孝太郎さんの持ちネタみたいになってますからね。しかも毎回そんな感じになっちゃうんで、もう、はい、1500。あやばドキドキだ。それその感じ。あこれか。あほんまや。もう完走や、もうほぼ。まだドキドキて。そうか、あと2回はありますか、ね。あるあるある。次で落としたとしても保証に行くだけだから。で1564枚。うん。いけるいけるいけますね。このドキドキはあと 2,3 回続かすだけでいける。あ足踏みしちゃうね。いくね。よし、ここでまたドキドキするのかめとか。もういよいよですね。もういよいよです。いけない。1757枚、お願いよ。最悪抜けてますもんね、ここで。そうですね、もう保証はないですね。あのドキドキの画面が出た後のボーナスで落としてたら、そうですね、もうないです。 50% 取ればいいだけですから、簡単だ。あれ、ほんまにほんまに待って、示唆出た瞬間のやつかな。即落ち。怖い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 、やばい。31。うわうわ、ドキハナや、ドキハナ。もうそっちにかけましょう。もうドキハナ、はい、そっちにかけよう。うわドキハナや。第3停止、第4よ、第3停止。いけー、離した瞬間。はい、あーいいやまあまあでも、うん、ね、お見事です。頑張りましたね。はい、ということで私も終了いたします。やばいよ、めちゃくちゃ楽しみなエンディングよ。あなたの番でした。祝全員勝利。よし、よくやった、素晴らしい。いやまさにボーナスステージと呼ぶにふさわしい。ほんまに言ってた通りになりましたね。じゃあ早速発表しましょうか、はい。まずは僕から、投資が141枚、最終が2030枚で1880円。素晴らしい。モルゲンさんやっとプラス、ね、やっと本当ですね、やっとあの場で勝った。本当は悪いなって思ってたの。いやまたまた二人にはそんな素振りが1ミリも感じませんでしたけど。絶対思ってなかったっすよ ね。いやよかった。さあでは、はい、続いて橘さんお願いします、はい。私が投資2115枚、回収が3558枚で、うん、プラス1443枚で締めます。よっしゃ、最後のフリーズ感想が聞きました。すげえ楽しそうに打ってたでしょ。打ってた。穴番だけはパスロすごい上手なんだ。負けがないもんね、負けてないんですよ。お祭りまでも負けがない。全勝だ、はい。今月39番負けてますけどね。ってことで、はい、2人でもこの時点でまあまあ勝ってますけどね。そうですね。1800枚と3200、300枚ぐらい。嘘ってことは、本当に最後いきましょうか。ああそわそわしてきた。孝太郎さんいきましょう、はい、お願いします。僕投資が846枚で、はい、回収が1933枚だったんで、プラスの1087枚です。うわーすごい、よっ、全員1000枚超え。ちょ、やばいことなってる。ってことは3人トータルで、プラスの4419。うわー欲しいよ。これもう本当に前回のマイナスほぼ、いや、ほぼそっくり全部、ほぼ全部。うわ、孝太郎さんにあげたくないな。じゃなんで、まあ、面白いな、なんで面白いな、そっち。番組のこと考えたらやっぱそうなっちゃいますよ。いやもうそんなうまくいきすぎや。僕らの持ちネタが見たいもん。そう持ちネタ、うわー、あのね、2回目。じゃああれネタじゃないのよ。
行きましょうか。見ますか。本当にドキドキする。始まって以来の大賞です、ね、はい。じゃあ今回は一体誰の番だったのでしょうか。頼むよ頼むよ。もう決まっちゃってんだもんな。お願い。そうなんですよ。な、どうあがいても決まってんだもんな。お願いします。髪長いやつで。いや、右行きますって言ってる今。早く早く、むっちゃ早く。こんな長かったっけ。こんな調校してたっけ。こんな長く引っ張ることない。こんな手前から渡したの初めてですよ。もっと詰めて渡すじゃないですか、いつも。あ、行くぞ。行くぞ。来い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 、カモン。俺タッチバナ。タッチバナ。え、誰。うわぁ、そうだな、そうか、そうか。ちょっと待って、よかった、涙出てきた。いや、あんまりよかった。マジで涙出てきた。え、嘘でしょ。本当に。え、なん、大丈夫ですか。ごめんなさい、本当にごめんなさい。違う、泣いてない。上昇のメソッドの人が4000倍で泣いてるぞ。違う、え、なんで。俺ほんまもこの番組で精神崩壊しそうだったから、あの400万枚みたいなね感じないか。そっちもいけるの。そっちもいけるって何。こっちゃんどっちも大丈夫よ。よかった、マジで俺なんや。俺絶対ちゃうと思ってた。いや、よかった、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、皆さんありがとうございます。泣くほど嬉しいか。ありがとうございます。いや、よかった。いや、やった、帰ってきた。よかったですね、スタッフさんを信じて。いや、ほんまよかった、ね、多分ね、モロケンさんとかがもっと押してくれへんかったら、うん、俺違うとこ引いてたと思う。危なかったですね。ありがとう。ほんまにありがとう。なんなんこんな人たちも。嬉しい。いや、そんなにきつかったとは。いや、お前、それ狙ってたんですか。あ、確かに聞きたい。そこちょっと聞きたいですね。聞きたいですね。状況がいいお店ってのはもちろんご存知だったじゃないですか、はい、で、ボーナスステージです、はいはいはい、その中で、孝太郎さんがあそこを引くっていうのは予想してたんですか、はい、そうですね、元々にしてくれればあそこ。あー、なるほどね。なるほど。だから、変えてくるかもしれんとは思ってたってことですよね。あ、やっぱり、まあ、それプラスやっぱりその財布になりたくないっていう思いが。そうそう、そこ、そこがね。どんなに状況がいいって分かってても働いてしまうかもっていうね。あー、だから狙いがある意味一致したわけか。ありがとう。モロゲンさんおらんかった、俺絶対引いてなかったわ。俺逃げてたもん。確実に逃げてた。右からね。よかったっすね。よかった、ありがとうございます。いや、でも今日は本当になんか綺麗な終わり方で、はい、まあ、我々ちょっと悔しい思いは、ね、そうですね、してますけど、はい、まあ行くべき人に行ったかなと、はい、いう感じもしますんで、はい、改めておめでとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで、次回は一体誰の番になるでしょうか。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。